ツイッターのフォロワーは水増しできる、全然余裕で。全然余裕でできる。あれ買えばいいんじゃないの。あれいらねえ。ほんとツイッターのフォロワーを見るのはやめてほしいな。フォロワーは売ってる。1、2万人3000円。安っ安っ !10 万人で3万円買おうぜ。安すぎじゃない？そんなんで買えんの？安っ。いや、みんなも買えばいいじゃん。みんなも買えばいいじゃん。買って人にプレゼントすることもできる。お前もうさ、もう、てかもうツイッター潰れろよ、そんなの。おい、潰れろよ、そんなの。俺たちは60万で600万になって、俺、有吉よりすげえよ、つって俺生きがっていいの。そんなんじゃねえだろうがよ。くだらねえな。そんなんじゃねえだろうが。本来の目的は。おかしいよね。何の価値があるの、そんなものに。何の価値があるんだろうね。あ、企業がフォロワーで判断するから、え、でも、なんか本当にそんな、なんか、そう、おかしいあれじゃないでしょ。例えばみんなの中でいきなりさ、100万とか使ってさ、バーってやってすげえ人気者、ああ、でもまあ、出ない、まあ、バカな企業はやるような、多分な。ソニーとかはやらねえよな。ウナの水増しツールが暴走した動画あるんだ。あとで見てみるね。あとで見てみまーす。そういうのがあるなら。リツイート数少なくても怪しい。あー、その辺でバレたりするんだろうね。その辺でバレたり。よう分からんわ。よう分からん。でも動画上げてるとすごい、わーって増えるね、やっぱね。動画上げたり、生放送してたりすると。芸能界のオーディションではツイッター見られる。あー、拡散能力が高い人なんだって。まあ、ようわからんね。本当に。そういう世界は。実力で増やしたやつは、おはようとかでも100いいね行くからな。100いいねってすごいの。俺なんかその辺のさ、数字の価値観がわかんないんだけど、例えば俺が写真あげると1000いいねとかくれるじゃん、みんな。あれ、1000ってやっぱすごいの。1000ってすごい ?100 ですごい ?1000 はすごい俺1000行ったらすごいなって思うのね。うわ、1000人も反応してくれてるんだって。1000はすごいよね。で、俺が見てるさ、俺さ、ダウンタウンのツイッターとか見てるからさ、なんか、2万とかいくじゃん。あれはもうとんでもないレベルでしょ。1万超えたらとんでもないレベルでしょ。だってこの前、アブが犬飼いましたって3万いいね言ってたんだけど、それはどうなの？だからわかんないんだって。ね、あの、ニコニコ動画やってるから多いんじゃないの？キヨが動画、キヨが本当に面白くない。本当に面白くないツイートして、3万いいねとか言ってるのね。あれはなんか、だってダウンタウンの方がファン多いわけじゃん。要は使ってる層に受けてるってことだよね。使ってる層に受けてるってことだよな。いいねも買ってる。絶対嘘でしょ。いいねも買えるの？お、いいねいくらで買えるの？なんなのそれ。てかもうツイッター潰れた方がいいよ、マジで。そんなの。いいね買えるらしいよ。100個で10円で買えるらしい。え、じゃあ俺の1000いいねは100円の。もうじゃあもういいや、やめろ。もうツイッターやめろ。俺もうダメだ。俺が頑張ってさ、おいみんな、ちょっとでもさ、視聴者のみんなにさ、放送できない時は写真だけでも届けようってさ、道頓堀行ってきたよってさ、太ったら11みたいなこと言われて、そんな一生懸命やった1000いいねの価値は100円だろ。くだらなすぎるだろ。俺のその努力は100円のあれだろ。いいねしたら、キヨとワンチャンあるって女が思う。でも、もう死刑でいいよ、そんなやつマジで。俺ちょ、全部俺のリスト送ってこい。チャンスだと思ってるやつ。はっきり言うぞ、俺だってさ、どっちかといえばそっち側の立場じゃん。きめえぜ、おめえらマジで。俺、いいねとかされたらきっしょって思うぜ。だから、いいねじゃねえ、バーカーっつって。何がいいねてめえ、お前なんでてめえ上から目線、いいねってあんだよつって、いいね、良いですねだろうがよつって、てめえため口聞いてきゃーって、この小娘がよって思うよ、俺はね。
男だったら、あ、なるほど、なんか友達っぽくていいな、つ。何がいいねだよ、バカ野郎って、思うよ、みんな。キヨが言ってたよ、それで。